こんにちは。6月の22、23に東京の浅草で開催されたグレートボタニーに参加してきました。今日はね、ちょっとその感想動画というか、今イベントのね感想をちょっと動画にしてみようかなと思って、まあね、そのイベントの感想だけだとちょっと物足りないかなと思うんで、今回はねちょっと植え替えもプラスしてお送りしていこうかなと思います。こちらはねイノピナッツム発根したんで、これをね植え替えがてらちょっとイベントの話もしていこうかなと思って、今回はね動画撮ってます。イベント、僕はね、その2日間のイベントの中で土曜の22日のみ参加したんですけど、まあね、こういろんなお客様に買っていただいて見ていただいて、とても充実したイベントとなりました。まあ、結構ねやっぱり未消の株が結構人気あって、そのね未消株が多く旅立って行く形となりました。開墾系をね扱っているところは、2、3店舗のみだったかな。あとは結構あの観葉植物とかアガベとかそういうのを結構扱っているところが多くあったりして、開墾系はねほんと3店舗4店舗ぐらいしか置いてなかったかな。まあそんな感じでねイベント終えたんですけども、まあイベントの感想としまして、まあ、そのね未消販売していく中で小さいのがね多いんで、この未消どうやって大きくなるんですかって、大きくなったらどうなるんですかっていう結構質問をいただいてですね、なかなかこう親株がなくて、うまくね言葉だけでは説明しきれないような、ことが多々ありました。なんでね、それはちょっと改善点として次のイベントに生かしていきたいなと思います。あと現地株の販売でも、まあ、結構いろんな問題点と良かった点っていうのが見えてきたりして、でもね非常に有意義なイベントとなりました。まあ、グレートボタニー今回第2回なんですけど、これからね定期開催していくとのことで、確か3月と9月だったかなに定期開催していくそうです。そちらもね僕は定期的に、毎回参加していきたいと思うんで、ぜひね皆さん来ていただければ嬉しいです。まあ、次回は、幕張メッセで行われる幕張プランツワールドに参加予定なので、そちらもねぜひ皆さんいらしていただければと思います。まあ、もちろん毎回全部全てのイベントに、全力で臨んでいるんですが、幕プラはねさらに今回よりも増して、より多くの株を持っていきます。こちらもね事前に予告動画撮りたいと思ってます。せっかくならねどんな株があるか知った上で皆さんも来たいと思うので、そちらもねイベントの前にね予告動画アップしていきたいと思います。まあ、結構ね現地株のファキプスもいくつか持っていこうと思ってるんで、ぜひね期待していただければと思います。まあ、ファキプス以外にもグラキリスとか魔界遠征とか、そういうパキポディウム、まあ他にもアデニウムとかアデニアとか、いろんな種類の開墾を持っていく予定なので、心配なのは物が乗るかっていうところですね、全てが。はい、というわけで植え替えです。これね手根が短かったんで、この浅い鉢をようやく使うことができました。めっちゃ綺麗だよねこの青が。でこのイノピナツムボディがね丸くてね、めっちゃいい、すごく丸くない、いい株をいい鉢にっていうコンセプトが成り立った株です。というわけで今回はイノピナツムの植え替えと、グレートボタニーの参加した感想の動画になりました。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。